確かにな。嵐の孤島に洋館に不気味な一族、そこに雨宿りの探偵とくりゃもうお膳立てが揃ったも同然だぜ。ご安心を。どんな難事件であっても解決してお見せしますので、それが探偵の務めです。頼もしいじゃないか。むしろ何か怪事件が起こってほしいものだね。犠牲者役はごめん被るが、あなた不謹慎です。まあ人間のミステリーの歴史なんてほんの100年足らず、そのトリックもアイデアもほんの数種の焼き直しですでに描くべきことなどありません。いかなる不可能犯罪、密室殺人が起ころっても、すでに類型化されているどれかのトリックを形を変えただけに過ぎないのですから。まあそれでもミステリーが読み物として現代でも通用するのは、古典もろくすっぽ読まない付け焼き刃の自称マニアが自分の不勉強ゆえに知らない古典トリックをさも新鮮であるかのように勘違いして大騒ぎしてるだけなんですが。ミステリーなんてもう半世紀も前に終わったジャンルなんです、私に言わせればですが。でも不勉強なバカばっかりのおかげで私は探偵面ができるというわけですそれを言ったら、恋愛なんてシェイクスピアの時代に完成されてて、以後は読む価値もないってことになるぜ。そうですね。じゃあロミオとジュリエットさえ読んどけば恋愛なんてもう理解できたも同然ってことじゃないんですか。そんなわけねえさ。本は読んだ数を競うものでもねえが、さりとてこれで十分だと威張るもんでもねえ。過去の古典の話ばかりで新書を読まねえのは、いわゆる悪しき解雇主義じゃねえのか。それこそ読書をサボる年寄りどもの言い訳だと思うぜ。そうですね。私もバトラさん程度には本を読まないと言い任されちゃいそうです。俺本なんか読まねえし。そんなにも推理自慢ならクイズとかパズルとかは得意そうだね。あー、マリアさん、ほらクイズとかの本持ってなかったっけ。うん、ある。106回です。トーナメント表を書くまでもありません。これは問題というより知識です。参加チームから1を引いた数が必要な試合数という公式がありますので、まあ例題の4チームなら3試合、8チームなら7試合という数字を見た時点で法則性に気づいて当然ですが。エリカお姉ちゃんでしょ、言ってごらん。うん、エリカお姉ちゃんすごい。大したもんだな。なるほど、自称探偵は伊達じゃねえってわけだ。まあ探偵を気取るつもりなら
この程度は。すごいね。きっと将来は本物の探偵になれると思うよ。まあ、もうそのつもりですが。エリカちゃんは名探偵さんなんだから、あまり本気にならなくてもいいんじゃない？そうですね。子供向けの問題なのに、ムキになってしまいました。気をつけますので、次の問題をお願いします。よし、今度は負けねえぞ。マリア、次の問題を頼む。大きなチーズが1個あります。それをナイフで1回切り分けると、2つになります。では8個に切り分けるには最低何回切ればいいでしょう？あ、僕はこれ知ってるよ。だから黙ってよっかな。8個なら4回で切り分ければよいのでは？バカね、それが答えだったら問題にならないじゃない。そういうことだな。こういうのは想定の回数より少なくできるものと相場が決まっている。しかしどうすればいいやら。ああ、わかったわかった。こりゃチーズだからできることだね。そうね、バースデーケーキでこれをやったら大喧嘩になるわね。そやな、チーズならともかくケーキを切るにはその切り方じゃあかんな。みんな答え分かってんのかよ。くそ、分かんねえの俺だけかよ。ああ、分かったぜ。なるほどね、3次元で考えなきゃダメなんだ。うわっ、ジシカまで？わかんねえ。どうすりゃいいんだ。マリア、答えわかるよ。ここに書いてあるもん。こら、マリアだって答え見るまでわからなかったでしょ。わかる？バトラ君。なるほど、私にもわかりました。これはチーズだからこそできることですな。南條先生まで分かっちゃったのかよ。ひょっとして俺だけが分かってない？バトラさんの頭も少し火を通せばチーズみたいに柔らかになりそうですね。ナイフは0回で手でちぎれるとかそういう答えじゃないんだろ？なわけねえぜ。ナイフ以外では切れないチーズってことで。チーズを立体的に想像するんだよ。難しいなら紙ナプキンの裏に絵を描いてみるのもいいかもね。大きなチーズが1個あるんだろう。それをナイフで8つに。ナイフは直線じゃなきゃ切っちゃダメ？ええ、そうよ。ナイフは直線に切るだけ。まあ、でもヒントね。切り方は直線にじゃなきゃダメだけど、どこを切るかは自由なのよ。どうやってナイフを入れればいいか、いろいろ想像してみろ。少々ひねくれたやり方を想像した方がいいだろうな。バトラ君のお手並みを拝見だ。チーズだからできる技？ああ、
おう、わかったわかった、すっかり騙されたぜ。頭が硬いとダメだな。ようやくひらめいたようですね。それが正解だといいのですが。チーズはナイフ以外では切れないんだよな。ナイフは直線だけで切るんだよな。それ以外に何も条件はないよな。なあ。うん、特にない。よっしゃ、間違いない。くー、ひでえ問題だぜ。こりゃまるで謎謎だ。上から切るばかりが脳じゃないってことだぜ。上から2回切って4分割、その状態で側面から切れば上段と下段に分かれて4分割が倍の8分割。立体で考えないと出せない答えだね。つまり正解は3回さ。え、そうなのか。俺1回だと思ってたけど。そらどんな魔法や。いくらなんでも1回は無理や。これはなぞなぞじゃなくて普通に算数的な問題よ。え、ああそうなのか。3回ってのはすぐに思いついたんだが、それじゃ簡単すぎて問題にならないと思ってひねりすぎたか。バトラの答えの方が5分の答えより少ない。バトラが正解？ええ、そうです、バトラさんが正解です。正解は1回です。私以外に1回と答えられる人間がいて、それがよりにもよってあなたとは。エリカも答えは1回なのかよ。どうやらお前も相当ひねくれてるみたいだな。一個のチーズと聞いてその形状を決めつけるのは実に愚かしいことですので。できるわけないわ。お兄ちゃんの勘違いでしょ。3回未満でどうやって8等分するのよ。愚かしや人の子よ。8つに分けろとは言っているが等分にしろとは問うていない。それにしたって不可能でしょ。ナイフ以外の方法で切るの？ナイフ以外では切れない。ナイフは直線に切らねばならないと条件がある。しかし逆に言えばそれ以外に条件はない。いや、そもそもチーズの形さえも示されてはいない。そうか、みんなは大きなチーズが1個って聞いてカマンベールみたいな平べったい円筒状のものを想像してたのか。俺は朝食のトーストの上に乗せるスライスチーズを想像していたぜ。ナイフで切り分けるような立派なチーズとは普段縁がねえからよ。チーズの形状に条件は示されませんでした。出題者のミスです。おそらくマリアさんのその本にはいわゆる平べったい円筒状チーズの図面があるはずです。うん、ある、ほら。確かにそうね。出題の時点でチーズの形状やその柔らかさなどには触れられていなかったわ。そういうことです。どうやらチーズも頭も柔らかかったのはバトラさんの方だったようです。わけわかんねえぜ。スライスチーズだったらどうしてナイフ1回で8個に分けられるんだよ。お手元のペーパーナプキンで試してみたらどうですか。これをスライスチーズだと思って。つまりよ、こうしてさ、蛇腹に折るわけさ。何回折れば8個になるかな。6回です。普通のチーズならこんなに折ったらそこでちぎれちまうところだが、ナイフ以外じゃちぎれないことになってんだろ。え、
問題ありません。ナイフ以外では決して切れぬ魔法のチーズですから。その畳んだのも真上からバサッと一刀両断にすりゃ、確かに8分割だ。ちょっと待てよ、これじゃ当分にはなってないぜ。出題者は8つに切り分けろとしか言ってません。当分は条件に含まれませんでした。まあ折り方を工夫すれば当分も可能ですが、お頭の固い皆さんには説明が混乱するので省きます。すごいわ。頭が固かったのは私たちなの？これは乾杯ですな。私たちは3次元で考えたけれど、どうもバトラ君とエリカちゃんは次元がもう一つ上だったみたいね。だいぶ魔女とのゲームで鍛えられたようじゃないですか。条件なき問題、すなわち赤き真実の外側は全て観測者の自由自在、魔女の密室の感激を縫う基本中の基本。何の話だ？小説か何かの引用か？まあそういうことにしておきます。それにしてもどなたの脳みそもカチンコチンの石ころチーズってわけですね。次の問題ね。3つのコップと6枚のコインがあります。3つのコップそれぞれにコインが1枚、2枚、3枚になるように分けてください。うん。おいおい、そんなの簡単じゃねえかよ。最初のコップにコインを1枚、次のコップに2枚、最後のコップに3枚入れて出来上がりだぜ。ではそれを5枚のコインでもできるでしょうか。うん。また陳腐な問題が出てきましたね。まさか皆さんこの程度の問題にまた瞬きをいくつも費やされるおつもりで。ああ、コインの問題って言うと、ほら、お箸の使い方がうまいかどうかは、コインをお箸で掴めるかどうかでわかるそうだね。お箸？ええ、そうです。お箸です。お箸は世界で最も優雅な食器です。突き刺し、引きちぎって口に運ぶナイフとフォークなんて、